ドクラース級系巡洋艦。ドクラース級系巡洋艦とは、フランス海軍の軽巡洋艦である。本級は、フランス海軍が、第二次世界大戦前に最後に寄港し、同大戦後初めて巡航させた、軽巡洋艦である。本級は、汎用系巡洋艦として設計されたが、防空巡洋艦として巡航した、ケウ艦歴を持つ艦である。本級は、 だが、ダガリソニエール休憩巡洋艦をタイプシップとする改良型とされた。1937年計画で一隻が、1938年度計画において二隻の追加建造が承認されたが、この二隻は第二次世界大戦勃発によりキャンセルされた。ドグラースは、戦後の1953年に防空巡洋艦として改め設計されて1956年に、 春行し、さらに1953年計画でドムグラースと隊になる防空巡洋艦コルベールの建造が承認され、航空母艦クレマン総級の護衛として建造された。本級の船体形状はフランス近代巡洋艦伝統の選手郎型船体で、クリッパー型艦首の水面から甲板までの艦元は高く、本級の量並み性能が高いことを伺わせる。 軽くシェアのついた監視乾板から全球より引き継がれる1935年型15.2センチメートル55後継砲を三連装砲塔に収め1.2番手砲塔を背負い式で2機司令塔を基部に持つ近代的な箱型環境全艦全機配置のため1本にまとめられた煙突の周囲は広く取られ煙突の両脇に関西低用州クレーンが1本ずつあり 環境と煙突の間が関西低置き場となっており、その両脇に、甲板一段分下がって55センチメートル3、連装魚雷発射管が1機ずつ、計2機が配置されている。煙突の基部は、水上規格の厚となっており、原則に射出型パルトが左右に1機ずつ、計2機と、クレーンが、左舷側に1機配置された。その後部には、短脚式のミズンが立ち、その左右と後部に、 1930年型9センチメートル広角砲を連装砲画で三角形状に三基を配置したことにより、後方へは最大6門、左右方向へは4門が試行できた。その背後に3番手砲塔が後ろ向きに置かれる。艦尾は全球と同じく垂直に切り立ったトランサムスターン型艦尾となり、艦尾上端部にハインマットと呼ばれる。 水蒸気揚集施設が内蔵される予定であった。なお、完備にも水蒸気揚集用クレーンが一気つく。手法は、エミール・ベルタンより引き積む、1935年型1 5 2ル五5 5後継速射砲を採用した。性能は、重量54から5 8 8ラムの、 砲弾を最大行角45度で26,960メートルまで届かせることができる。この砲を三原装砲塔に収めた。不要能力は、行角45度、深く10度で、装填角度は、深く5度から行角15度の間である。旋回角度は、戦隊守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ、主砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾。 装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分後から8発である。降格砲は全球に引き続き、1926年型9センチメートル、50口径降格砲を採用した。9.51キログラムの砲弾を行角45度で15,440メートル。 対空榴弾を最大行角80度で1600メートルの高度まで到達できた。旋回と不行は電動と人力で行われ、左右方向に150度旋回でき、不行は行角80度、深く5度で発射速度は毎分12から15発だった。これを連装砲がで3機6門を搭載した。他には、 1925年型 37mm、50口径機関砲を、連装砲がで5機、1929年型 13.2mm、50口径機銃を4連装砲がで1機と、連装砲がで2機計12門、他に55立方センチメートル、連装水上魚雷発射管を2機装備した。本級は、機関配置は、単純に、ボイラー管、タービン機関を前後に並べる。 全巻全機配置に立ち戻っている。理由は、シフト機関配置方式では、機関室の長さを短くすることが難しく、防御範囲を狭めて、防御重量に当てることができないためである。そのため、本級では、防御重量を捻出するために、アンドレ式水管管4機を漢字の電の字のように配置し、その後部にタービン機関を2機配置する方式を取った。 最大出力は全球の 84000hp から11万 hp が出せる設計とした。全球に引き続き本球の防御力は高く、強固な減速装甲を貼られた艦である。そのため、減速装甲体には 105mm 装甲板が貼られ、主艦パ板にも 40mm 装甲が貼られた。他に、主砲塔は最高圧 100mm 装甲が貼られるなどどう 排水量の軽巡洋艦にはない重防御がなされた。前述のハインマットとは洋上に着水した水蒸気を航行しながら収容するための仕組みで、その名の通り耐水性の生地でできた帯状のマットレスを完備から流し、水蒸を滑走する水蒸気がそのマットの上に乗ったところでマットを巻き取りながら完備のクレーンで水蒸気を甲板に持ち上げる仕組みのものである。 この利点は、多少荒れた水面であっても、一旦、マットの上に乗れば機体は、安定するので安全に要衆できる。なお、同様の施設を持つ軍艦には、日本海軍の水上規模艦、新井や、水穂で試験されたほか、同海軍の戦艦、大和型にも、初期設計段階で搭載が検討された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。